モルモットは、天竺ネズミ属の一種。南米に生息する、天竺ネズミ科の野生種が古代インディオの下で、家畜化された種である。温和で、比較的飼いやすいため、愛岩用、実験動物として養殖されている、月種類。日本語で言う、モルモットは、マーモットを意味するオランダ語、マルモットに由来する、1843年最初に、長崎に天竺ネズミを持ち込んだ。 オランダ商人がマーモットと勘違いしたことから生じた故障である。オランダ語では普通、キャビアというが、日本ではオランダ商人の語弊が広まった。また、英語やオランダ語で言う、モルモットは、山に生息する他の月種動物、リスカマーモット族、山根、またはウッドチャックを意味する。頭蝶が大きく無を、前足に4本、後ろ足に3本の指を持つ。 死ゆと持ち草は一体である。体長は約20から40センチメートル。体重は0.5から1.5キログラム。染色体数 2n イコール64本。体制期から乳歯を持つが摂氏は出生前には吸収されてしまう。A キューバの詩式は,は摂氏2の20本。40日例までに A キューバに生え変わり、資本は開放式で一生伸びる。体毛は体表に産毛がある程度。 カエゲは年2回、毛腸の発達が顕著で、腸の半分近くを占め、繊維質は毛腸内細菌、原生動物によって消化を行う、エルグロノラクトンウキシタアゼを持っておらず、ビタミン C を外部からの補給に頼っている。寿命はおよそ5から7年と言われている。排卵後応体が形成される完全性周期性の動物であり、16日から19日という、 生殖期中の発情期にだけ膣が開口しそのたでは、膣閉塞膜,膜により膣口は閉じる。しかし、膣口の閉鎖はモグラに見られるような完全なものではない。原産地は南米。古代インディオの下で野生種が家畜化された種である。もともとアンデスのような乾いた高地の穴の中で生息しており、高温多湿に弱い。野生では夜行性で、 集団行動を基本としていた動物でオスには、階級性が見られる。モルモットが健康を維持できる気温は、摂氏17度から摂氏24度とされている。限界温度は、摂氏10度から摂氏30度と言われている。ポップコーンジャンプと呼ばれるモルモット独特の跳躍を、する。ただ通常は30センチメートル程度の壁があれば、飛び越えることはできない。性格は音和で好奇心も旺盛。 ただし用人深く聞き慣れない物音に敏感で警戒中は刑事の隅に集まったりする。急激な環境変化が生じると食事や飲み水を行わなくなることもある。また、ストレスによって消化不良を起こしやすい。モルモットは草食動物なので基本的に主食は牧草や野草である。その他野菜や果物なども食べる。胃は単位。腸は十二指腸。 空調、海腸を明瞭に区別できない。繊維質の消化には盲腸及び血腸内の腸内細菌層が不可欠でうさぎと同様に食粉する習性も持つ。また、体内でビタミン C を合成することができないため使用する場合にはこの点も考慮し、タンポポ、新鮮な野菜や果物を十分与える必要がある。飼育する場合は専用のペレットが販売されているので、牧草、 野菜類と併用して利用するのが良い。与えてはいけないものは、ニラやネギ類、ニンニク、玉ねぎ類。ひまわりの種、とトウモロコシはよく食べるが、タンパク質や炭水化物、脂肪型によって消化不良を引き起こす。絶食には弱く、空腹になると腸内細菌が減少し、体調を崩してしまう。また、体温調節のために多くの水を必要とするので、水は欠かせない。 生後8時間の幼獣刑事の広さは1頭につき1畳。あれば、理想的だが、定時的に散歩させれば、その半分でも飼育は可能。設置場所は静かで、直射日光の当たらない、明るい日陰が良い。風通しが良く、乾燥したところを選ぶ。体臭は強くないが、刑事の掃除は毎日必要。日本であれば、夏場の温度管理が重要で、刑事床面が、 摂取32度を超えると生命に危険が及ぶと言われている。そのため空調管理を行うか、ケージごと電気式の冷却板に乗せておく必要がある。夏場の体温調節は主に排尿に頼っていることを知っておかないといけない。また、生まれつき高いところが苦手で、他の月子種類ならば落下しても問題ない高さであっても落ちると骨折することがある。 人によくなれるという記載が多くのサイトや書籍で見られるが実際には個体差が大きくなれない個体は毎日餌を与えている飼い主であってもケージに手を入れただけで逃げ回る習性がなかなか抜けない犬や猫のようにしつけをすることが一般の飼い主では ほぼ不可能に近く、懐くモルモットを求める場合には、初めて刑事に手を入れた時点で、逃げない個体や撫でられることを嫌がらない個体を選ばないと、飼い主に想像以上のストレスを与えることがある。寂しがり屋で、海外では、モルモットは一等会をしてはならないと法で定めている。国もあるが、一方で、複数で飼い始めてしまうと、たとえ2匹であってもそこで、モルモットの社会を作ってしまい。 飼い主の入る余地がなくなり、その後で懐かせることが非常に困難になる。鳴き声を交わすことで不安を軽減し、コミュニケーションを取ろうとする性質があることに起因すると考えられるが、懐かせることを考えるならば、一匹飼いから始める方が確実である。一匹飼いをしても、現実には生命に関わるようなストレスを感じる。個体は少ない。他の月種類と比較して、 繁殖率が高いとは言えず、また、1回の出産で産む、個体数も1匹から3匹程度が多い上に、妊娠期間も60から75日間もあり、このような性質から、実験動物としては一部の分野を除いてほとんど、使われなくなった。メスの発情期間は24時間前後しかなく、それ以外の期間はオスを全く受け入れない。発情の周期も15日前後とばらつきがあるため、 相性の良いペアであって、一定期間同じケージで飼い続けることができれば、交尾から出産に至る可能性ははるかに高くなる。また、メスは生後60日程度から交尾可能となるが、幼い段階での妊娠は、出産時の母親に大きな負担となり、危険を伴うため、メスの体重が5 0 0ム程度になった時を目安に、すると良いと言われている。しかし一方で、 6ヶ月例頃からメスの骨盤が固まり始め、この時期後の出産では母体に危険が及びやすく、出産を望むならば、この月例より若いメスを後輩に用いることが望ましい。1530年代にスペイン人が南米に到達した時には、すでにインカ帝国で食肉用として家畜化されていた。ヨーロッパでは1600年代にドイツ兵によって普及した。 モルモットが最初に実験動物とされたは1780年のラボイザーによる発熱実験においてで以後はペットとしても普及した。日本へは江戸時代にオランダからもたらされたパンパス天竺ネズミシーアペレア、アマゾン天竺ンネズミシーフルジダ、ペルー天竺ネズミシーチャディなどと近縁の野生種から紀元前5000年頃アンデス地方で食肉用に家畜化されたと考えられてきたが、 ミトコンドリア DNA のシュトクロム B 領域の比較からペルー天竺ネズミが起源となっていることが確実視されるようになった。伝統的な飼育法、ペルーモルモットの丸焼き、ペルー牛や豚に比べて場所を取らず都会の住宅でも飼育が容易で繁殖力が強く成長が早いモルモットは南アメリカのアンデス地方ではクイ、クイエ、またはクリと呼ばれ、 現在でも食肉用として野菜くずなどを与えて台所の周りなどで飼育されている。味はうさぎや鳥のもも肉に似ていると言われる。かつてはアンデスコーチの先住民によって祝いごとの際のみに供されるごちそうだったが、1960年代から日常的にも食べられるようになった。ペルーでは年間6500万匹のモルモットが消費される。調理法は主に揚げ物、焼き物、 ローストなどで、都会のレストランでは、キャセロールやフリカセにもする。エクアドルでは、ロクロデクイというスープにする。野菜と一緒に地中に埋めて、焼き石を使って、蒸し焼きにすることもある。モルモットの摂取かつてモルモットは、病理学の実験動物としてよく用いられており、ジフテリアの病原体はモルモットを用いた研究によって解明された。また、病理学以外の分野でも使われることがあり、例え その後、実験動物の主役は、マウスやラットなど、より小型の月詩類にとって変わられたものの、その生理学的な特性によって、アレルギーに関する実験などには、書くことのできない動物種として存在している。モルモットが特に実験動物として優れている。点として、人と同様に得るグロノラクトンをキシダーゼと呼ばれる、ブドウ糖をビタミン C に変換する酵素を持っていないため、 ビタミン C を体内で生成できないこと、薬物に対する感度が高いことが挙げられる。以上の理由から、肉体的、心理的に試される人間を表す比喩として、モルモットという表現が使われる。英語では、西アフリカの国ギニアの豚という意味で、ギニーピックと呼ばれている。学名の種小名ポーセラスも、小さな豚を意味する。この名前の由来については、天竺ネズミの肉の味が、 豚肉に似ている玉という説、ドイツ語の名称、メールシュバインヒエンは、海の小さな豚を意味し、新大陸を経由する、航海中に、新鮮な肉を食べられるように、モルモットが船に積み込まれていたことに由来する。天竺ネズミ族の動物はギニアには分布しない。ギニアという言葉の由来として、イギリスに初めてこの動物が持ち込まれた時、持ち込んだ船がアフリカ経由の船であり、 当時のヨーロッパ人にとってギニアとは漠然とアフリカ、転じて遠方の地を表す言葉であったためにこの名が付けられたとする説がある。別の説では、天竺ネズミの原産地である南米のギアナの天下としてこの後の由来を説明する。また別の説として当時発見した人がギアナとギニアを間違えてしまい、ギアナピックとすべきところ、ギニアピックと名付けてしまった。 フランス語の名称、コションダンドやポルトガル語の名称、ポルキーニョダ・インディアは、共にインドの小さな豚を意味し、日本語の天竺の養蜂と同じである。日本では戦前まで医学関係者の一部によって、ドイツ語の名称の直訳である海と呼ばれていたことも、あるが、戦後はわずかな論文の中に見られる程度となり、現在は死事となっている。 日本でのモルモットという言葉の由来は、1843年に、オランダ人が長崎にモルモットを伝えたとき、この動物を、マルモットと呼んでおり、これを音社したモルモットという呼び方が定着したようで、ある。英語圏では、俗名から、KB とも呼ばれている。野生の多種の天竺ネズミの体色は褐色、または灰色だが、モルモットには白、黒、高褐色、島や斑点など、 様々な退職のものがいる。1200年頃から、インカ帝国の征服までに、様々な系統が作り出され、今日の品種群の元となった。なお、日本に流通しているモルモットの多くはミックスで、ペットショップ等でも単にその個体に、最も形質の近い品種名が割り当てられる場合が、多い。エドワード・ターナー・ベネット・ズラジスト・オア・フレデリック・デベル、ベネット・ハット・ ABC ・ DEFGHIJK。C D e F G H I J K lmnopqrstuvw 学校飼育動物の診療ハンドブック。日本獣医師会。2019年11月13日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ G-o-gen-al-l-g-u-i-d-e.com スラッシュもスラッシュモルモット転軸。html ハットスパトロの AE バイアダレス JP マリン JC アンドザベース h-o-r-a-c-i-o マレキアラーダイバーシティーアマングドメスティックギニーピックズザークローズファイロゲネティックリレーションシップビーズズアンディアンワイルドスピーシーズキャビアチャリーレイビースタチーリーナデイストリアナチュラル77 243から250早稲田大学ウェーブ展覧会描かれた生き物たち前編マルモットはかつてオランダ語において 全く別種の動物であるマーモットと天竺ネズミの両方を指す言葉として使われていた。How to say, Guinea p i c in different languages. ありがとうございます。